どこが違う？誤用されやすい日本語問題が全部で13問です。では始めましょう。第1問。どこが違うでしょう？正解はここでした。正しくはすみませんです。すまないの丁寧語なのですみませんとします。第2問。どこが違うでしょう？正解はここでした。正しくは間が持てないです。持てないは維持できないということなので、その時間をどのようにしたらいいのかわからないという意味になります。第3問。どこが違うでしょう？正解はここでした。正しくは1月31日のことです。末と読むとその月の最終日を指し、末と読むとその月の終わりの数日間を指します。第4問。どこが違うでしょう？正解はここでした。正しくは名前が立派で中身が追いつかないことです。名前に負けるという意味で、名前が負けるの意味ではありません。第5問。どこが違うでしょう？正解はここでした。正しくはお求めになりやすい価格です。求めるの尊敬語がお求めになるであり、これに安いがつくとお求めになりやすいとなります。第6問。どこが違うでしょう？正解はここでした。正しくは花に水をやるです。あげるはやるの謙譲語であり、花は敬語の対象にはなりません。
第7問。どこが違うでしょう。正解はここでした。正しくは1月1日から4月1日までに生まれた人です。学校教育法で小学1年生になるには6歳になった翌日以降に4月1日を迎えることが条件となっているためです。第8問。どこが違うでしょう。正解はここでした。正しくは1ヶ月のようにひらがなのかを使います。特に公用文ではひらがなのかか漢字のかしか使えません。第9問。どこが違うでしょう。正解はここでした。正しくは切り札です。切り札自体が最後に出す最も強力な手段という意味なので、重複表現になってしまいます。第10問。どこが違うでしょう。正解はここでした。正しくは信念や主義主張がないことです。他人の影響を受けやすい人などに使われます。第11問。どこが違いますか。正解はここでした。正しくは不快に感じるまたは不快感を覚えるです。不快感の中に感じるが含まれているので重複表現になってしまいます。第12問。どこが違うでしょう。正解はここでした。正しくは5分ほどのようにひらがなで書きます。特に公用文では副助詞をひらがなで書くのが通例です。第13問。最後の問題です。どこが違うでしょう。
正解はここでした。正しくはとぼけて知らないふりをすることです。偉そうに大きなことを言うという意味もあります。